戦術、呪術、祭祀、天文、陰陽道に基づいて彼らは時を計り、暦を作り、未来を占う。かつて日本の中心で官職として仕えた陰陽師。古い文献に記された彼らの超人的な逸話、神秘的な砲術の数々は時を超え、今もなお人々を魅了します。こんにちは、Mちゃんです。今回はかつて日本に君臨した希代の陰陽師六選をご紹介します。平安時代に活躍した陰陽師、賀茂忠之。第60代醍醐天皇の時代から、第62代村上天皇の時代まで仕えたとされ、当時、比類する者がいないと言われるほど、陰陽道に精通していました。当時の天皇たちからの信頼も厚く、その腕を披露するように命じられた際には、石符と呼ばれる、覆いの中身を言い当てるという透視術を披露し、見事的中させたと伝わります。忠之の最大の功績は、陰陽寮の三部門、天文道、歴道、陰陽道をすべて統括したことにあります。陰陽寮とは、律令制の日本において、天文現象の記録や観測、暦の編纂、占いなどを担った機関のことです。元来、三つの部門ごとに専門家を置き、分業体制が取られていましたが、忠之はそれをすべて掌握し、陰陽道における賀茂家の地位を確立しました。また、陰陽師の育成にも注力し、故、賀茂の安成を一流の陰陽師に育て上げただけでなく、かの安倍の生命を幼いうちから弟子に迎え、自らの術のすべてを教え込んだとされています。賀茂忠之の子にして、父と同様、非常に優れた陰陽師であった賀茂安成。安倍の生命の死、あるいは兄弟子とも言われ、陰陽道のうちの天文道を安倍の生命に、歴道を子、光吉に継がせ、陰陽道創建を二分したとされています。平安時代末期に成立した今昔物語集には、幼い頃から才能を発揮していた安成の逸話が記されています。父、忠之がお祓いをしに家を出ようとした時、当時10歳ほどであった安成は、どうしても一緒に行きたいと強くせがみました。そこで忠之は仕方なく、安成を牛車に乗せ、一緒に連れて行ってやることにしました。お祓いが終わり、帰る道中、安成は父に問いました。先ほどのお祓いの場、人のようで人でない、恐ろしい気配をまとった者たちが、20〜30人ほどやってきて、ずらりと並んでおりました。お供え物を食べた後、作り物の船や牛車、馬などに乗って、ちりぢりに帰っていきましたが、あれは一体何だったのでしょうか。忠之は驚きました。安成は奇人を見たのだ。陰陽道に優れる私でさえ、幼い頃は見ることはなかった。ようやく奇人を見たのは、陰陽の術を習得してからのことだ。この子はきっと素晴らしい陰陽師になるだろう。そうして家に帰るなり、忠之は早速、陰陽道について知る限りのことをすべて教え込んだといいます。歴代最強と名高い天才陰陽師、安倍の生命。賀茂忠之、賀茂安成に陰陽道を学び、天文道を伝授され、やがて賀茂家と並ぶ二大陰陽道宗家として、安倍家、後の土御門家の祖となりました。生命にまつわる伝説は数知れず、彼の出生についてだけでも様々な説があります。大阪に伝わる葛の葉伝説によれば、安倍の安名という人物と葛の葉という名の白虎との間に生まれた子供が生命であるとされています。生命は賀茂安成のように、幼くしてその才能が開花しました。ある時、夜間の見張りをしていた生命は、前方から百鬼夜行の軍勢が向かってくるのを発見し、寝ていた賀茂忠之を起こして
難を逃れたことがありました。このことから、忠行は生命をそばに置き、大切に教え育てたといいます。また生命は、名だたる陰陽師たちの中でも突出した存在でした。宇治拾遺物語によれば、ある日、生命のもとに二人の子供を連れた、年老いた僧が訪ねてきて、陰陽道を教えてほしいと言いました。しかし、これは罠でした。老僧の正体は、播磨の国の陰陽師、智徳法師。彼は生命の噂を聞きつけ、その腕を試すため、二体の式神を子供の姿に変え、生命の技と才能を推し量ろうと目論んでいたのです。ところが、その企みを見抜いた生命は、逆に術をかけることにしました。袖の中で印を結び、密かに呪文を唱えると、二人の式神の姿は途端に消え去り、驚いた智徳法師は慌てて謝罪しました。他者の式神を消すなど、全く不可能なことだ。どうか私を弟子にしてください。そうして生命は彼を弟子に迎え入れたと言います。そんな安倍の生命には、ライバルの陰陽師がいました。芦屋道満。生命と対立する形で様々な文献に伝承が残る一方、実在したかもわからない謎に包まれた人物です。道満に関する記述は、宇治拾遺物語や古事談を皮切りに現れるようになります。ある時、苦行、藤原道長が外出のため門をくぐろうとした時、可愛がっていた犬が突然その行く手を阻みました。不思議に思った道長は、安倍の生命に占わせると、どうやら道の中に呪具が埋められているとのこと。早速掘り起こしてみると、黄色い紙で十文字に縛られた二つの土器が現れ、土器の底には朱で文字が書いてありました。呪いの犯人を探すため、生命は懐から紙を取り出し、鳥の姿に結んで宙に投げると、紙の鳥はたちまち白鷺となって、南の方角に飛んでいきました。鳥が導いた先には、道満と同一人物とされる道魔法師の家がありました。なぜ呪詛をかけたのかと問い詰める生命に、道満は道長を呪い殺そうと企む藤原の秋光に雇われたのだと白状するのでした。道満と生命、二人の術比べの伝説は、その多くが道満を悪とするものですが、一部には、生命の協力者としての善良な姿が描かれることもあります。安倍の生命の五代目の子孫にして、生命以来の天才と言われた安倍の安親。占いや天文の分野で類いまれなる才能を発揮し、特に戦術においては安親の右に出る者はおらず、鳥羽法皇や後白河法皇、苦行、藤原の頼長など、朝廷で厚い信頼を得ていました。彼の戦術は非常に優れ、平家物語や大気、玉葉などによれば、1148年に起きた天皇の御殿である土御門の代理の火災や、1172年に起きた後白河法皇の王女、厚子内親王の急逝、1179年の大地震、その直後に起きた平の清盛による後白河法皇の院政の停止。さらには、1180年に起きた、後白河法皇の第三王子、持ち人王の挙兵まで、他にも様々的中させたといいます。室町時代初期に綴られた、軍記物語、義経記に登場する伝説の陰陽師、喜一方言。彼は京都の一条堀川に住む僧侶の格好をした陰陽師で、文武の達人だったとされています。また、日本の剣術の源流の一つ、京八流の始祖であることから、剣術の神としても崇められています。義経記には、喜一方言が所有していた中国より伝わる天下の兵法書、陸東三略をめぐる人騒動が記されています。全16巻からなるその書は、読めば超人的な力が手に入るとされ、征夷大将軍として蝦夷征伐を成功させた坂の上の田村麻呂や、関東独立を図り朝廷と対立した平の将門など、読んだ多くの人物が偉業を成し遂げたといいます。
陸東山脈は代々帝の宝蔵に秘蔵されていましたが、後に紀一方言が祈祷の大火にこれを賜りました。後日不思議な書の噂を聞きつけた源義経は、自分も一目見たいと紀一方言の屋敷を訪ね、一日だけ貸してほしいと言いました。しかし紀一方言はその頼みを拒否します。すると義経は考えを巡らせ、紀一方言の娘と契りを交わし、彼女にこの書を盗ませたのです。望み通り陸東三略を手に入れた義経は、昼には書写、夜には学習と一日中読みふけり、そうして7月上旬に読み始め、11月10日頃には16巻すべてを一文字も漏らさず覚え切ったのでした。紀一方言が実在したかは定かではありませんが、京都の鞍馬山には彼を祀る社があったり、屋敷跡が残されていたりと、その存在を物語る数々の痕跡が現存します。かつて日本の中心で活躍した彼ら陰陽師ですが、時代の経過とともに急速に権威を失い、やがて明治政府により転写禁止令が発令されると、陰陽道は迷信であるとして禁じられてしまいます。それでも彼らの尊んだ思想は民間で大切に守られ、現代まで受け継がれています。それは例えば正月や節分、桃の節句に端午の節句、遥か昔に陰陽師が国と人々の安寧を願い暦を作ったように、私たちは陰陽道の風習に触れるたびに、時の流れを感じながら来たる未来を思い願うのです。さて、陰陽師の活躍した時代、彼らの仕える朝廷では様々な奇怪な事件が起きました。襲い来る天災、天皇家の突然死、それはまるで悲運な最後を呪い恨んだ怨霊のたたりのように、因縁の相手にばかり降りかかるのです。人々を恐怖に陥れた6人の大怨霊については別の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。